監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、橋場大輔と申します。ミドリスワローズです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段の練習場所ってのは大体どの辺でされてるでしょうか。はい、平日は区の小学校をお借りして夜練習してます。はい、土日は墨田区の、提供していただいているグラウンド、こちらを使って練習しています。はい、ということは土日、平日も練習をこう、はい、監督自身指導されてるってことですか。はい、させていただいてます。はい、ありがとうございます。監督さんに就任されたいきさつを教えてください。はい、前任の監督の方がちょっと、いろいろな都合で途中から出れなくなりまして、はい、当時2軍の監督をやっていた私の方で、代行でさせていただいてから去年より監督をさせていただいております。はい、ありがとうございます。この 4,5 年で何か主だった成績みたいなことありますか。はい、ここ 4,5 年で言うと、ほとんど勝てないのが3年ぐらい続きました。はい、でそこから今部員も増えて、はい、チームも強くなって今で言うと、墨田区で言うと A の方は、まあ、上位のチームの方、 B の方は、墨田区2位ぐらいの成績です。はい、ありがとうございます。チームのなんかスローガンみたいなのを決めてるんでしょうか。チームのスローガンは信頼っていうのを貸していただいて、はい、友達同士チーム員のみんな横のつながりを大切するようにしております。はい、ありがとうございます。合宿とかはされてますか。はい、合宿は今年はゴールデンウィークにさせていただいてたんですが、はい、その前まではコロナの関係で中止になってましたが、はい、また来年も企画はしております。はい、ありがとうございます。練習時間って今さっきちょっと出てしまったんですけども、はい、土日と、はい、あと平日は何曜日にされてるんですか。平日は火曜日と水曜日の夜させていただいてて、はい、土日は、まあ、試合と練習と、まあ、朝から夕方までさせていただいてます。はい、ありがとうございます。チーム独特の練習か、なんか練習でこういうこと気をつけてるってことがあったら教えていただけますか。はい、独特ではないんですけれども、はい、まあ、通常やる練習にプラスして、はい、まあ、他の強豪チームの練習に見学に行ってそこの良い練習を取り入れております。はい、ありがとうございます。はい、チームでですね、初心者で、はい、高校とか大学で活躍されている選手ってのはいらっしゃるんでしょうか。私は含めておりません。はい、わかりました。はい、まあ、同じ小学校からのお子さんがほとんどということなんですけども、はい、どういうふうなこうルートで入部される方が多いんでしょうか。基本的にはもう、選手同士ですとか保護者同士の口コミをさせていただいてて、はい、あとは最近ではチラシを配る、はい、あとはインスタグラムなどを活用させていただいてます。はい、卒男生ですが、はい、卒男した後野球、中学で野球を続ける方多いんでしょうか。大体、まあ、年によりますけれども多い時には半分ぐらい、まあ、少なくても、まあ、3人に1人、そんな形で野球は続けています。それで、まあ、続け方なんですけども、はい、墨田区の場合、まあ、部活、はい、軟式のクラブチーム、はい、公式のクラブチームがあると思うんですけども、どんなルートで続けている方が多いでしょうか。まあ、一番多いのはクラブチーム、軟式のクラブチームで、やる子が多いですが、はい、まあ、ここ1年2年はもう中学の野球部もしくは公式、ほとんどみんなバラバラにしております。はい、わかりました。最後の質問なんですけども、はい、これからどんなチームしていきたいか何か抱負だったら教えてもらえますか。まあ、もともと弱いチームで始まっちゃってるので当然強くなるのはもちろんのこと、まあ、子どもたち横のつながり、まあ、スローガンにある信頼をもとに、いいチームを作っていければと思っております。はい、はい、今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。野球を始めた理由を教えてください。はい、野球を始めたきっかけは私の家が監督と同じマンションでして、はい、監督の息子さんが先に、はい、野球を始めていたんですけれども、はいはい、よく家の下で野球で遊んでいて、はい、それに誘ってもらったことがきっかけです。はい、で野球をそうやって教えてもらっているうちに、はい、僕も体験しに行ってみたいということで、はい、行ってしまったことから始まりました。じゃあそれまではあんまり野球には関わりはなかったんですか。全くなかったです。で球技もとっても上手ではなかったので、はい、まさかやらないだろうと思ったんですけれども、体験に行ったらすごく楽しかったということで始めることになりました。はい、チームを選ばれた理由っていうのは何かあるでしょうか。
はい、緑スワローズは主に緑小学校のメンバーが多いので、そのまま緑小学校なので緑スワローズを選びました。はい、はい、今日お忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。僕は、はい、スポーツが大好きです。はい、はい、保育園の時に保育園の友達がスワローズの体験に誘ってくれました。はい、最近に行ってみるとキャッチボールが楽しくて、うん、みんなも優しかったんで入りました。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。